の選手登場です。ウズベキスタンのアレクサンドラ・ゴルディーバ、個人総合では9位に入った選手です。前転飛びの、前転飛び系の表記です。前方屈伸で、2分の1ひねってきました。綺麗にまとめてきました。 9.6 万点の跳躍ですね。チュソビチナといい、このゴルディーワといい、非常にバネがあります。ウズベキスタンのゴルディーワ、これだけ高さがありますと、着地の部分、しっかり、マットを見て確認できるわけですね。高さが大事になってくるわけですね。156センチという体ですが、その体を存分に生かしたその跳躍ですよね。そうですね、非常に大きさがありますね、はい、5人目の選手に入っています。現在日本の真鍋綾は3位です。1本目 9.200、 これから2本目に入ります。違うグループの飛び方です。2本目、バット着地が乱れた。さらに2分の1ひねって前方伸身宙返り、前方系の着地というのは、はい、やはり後方系に比べてマットが見える時期が遅くなりますので非常に着地が難しいんですが、高さもスピードも十分あったんですが、その着地を確認するのが遅れて大きく前に一歩出てしまいました。大きく前に一歩出てしまいますと 0.2 の減点ということになります。1本目は 9.200 でした。ゴルディーは団体の時には 9.050 というこの跳馬だったんですが、2本目は 9.025